日本水陸観光株式会社は、水陸療養者を使った観光ツアーなどを実施する旅行会社である。大阪府知事登録旅行業、第2種2439号、社団法人日本旅行業協会、正会員。大阪府大阪市に本社を置く企業であり、グループ企業が所有する6台の水陸療養バスと、2台の水陸療養観光タクシーを使用して、 観光ツアーを企画、実施している。バスを使用するツアーは、陸上での施設見学や、水上でのクルージングを組み合わせたものなどであり、日本各地において行っている。またタクシーを使用するツアーは、大阪市内でのクルージングなどを行うもので、指定場所への送迎に対応している。使用している6台のバスのうち5台は、いすず自動車のトラックをもとにして、 水陸両用バスへ改造したものであり、チャレンジャー号は、ベイクールアンフィビウスマニュファクチャラーズインターナショナルが改造を実施し、レジェンドワン号、レジェンド02号、レジェンドリー号、レジェンドォー号は国内で改造を行った。残りの1台のガイア SP 号は三菱不走製の中型バスである。また、タクシーのガイア号およびガイアー号は、 ドイツの RMA ライナウ製のアンフレンジャー 2800SR を使用している。概要、編集日本発の水陸両用バスチャレンジャー号、川地ダム管理支所で2007年8月28日に、撮影、道部信号を名乗っていた頃の名残で搭乗口ドアの内側に道部信のロゴが残っている。チャレンジャー号の運転席、ハンドル左側は、エンジンの水陸切り替え、 パネル、ハンドル右側はソーダ用スティック、イスズ自動車の中型トラック、フォワードをもとに、米国の水陸両用車メーカーであるキャミが改造した、日本初の水陸両用バスであり、車体の購入や改造等の費用に1億円を要した。最大搭載人員は39人で、車体の大きさは全長が約12メートル、全幅は2.5メートルとなっており、 車高型各運転手の目線位置で高さ3メートルになる。水陸圏用のエンジンを1台搭載しており、使用済み天ぷら油を燃料に使用して、最高速度は陸上で時速120キロメートル、水上では約8ノットとなっている。略し、編集2000年8月ジャパンダック株式会社設立2001年8月 NPO 法人、大阪。 水街道808設立2002年7月横浜港で水揚げ9月緊急運輸局より自動車検査証交付翌年3月に京都で開催される第3回世界水フォーラムのキャラバンカーとして全国11カ所をめぐり試乗会などを行う全国キャラバンを開始11月緊急運輸局より船舶検査証交付 2003年6月から2005年12月までの間は名前を道部信号として国土交通省近畿地方整備局が開催したイベントなどで改革プロジェクト道部信の啓発活動を行った2006年8月19日から9月3日までの間に体験試乗会の親子ダム探検ツアーで運行される水陸両用バスとして日本初の許可を受けた 旅客不定期航路事業で道の駅ユニシ川を出発して五十リダム資料館見学や川地ダムコクルージングを行った。参加費は無料で約1000人が参加した。国土交通省は2007年6月12日、日本で初めてとなる水陸両用バスの営業を許可した。道路運送法及び海上運送法に基づく申請を受けて、 会場運送法21条1項に基づく旅客不定期航路事業の許可を行ったのである。これにより NPO 法人大阪、水街道808等を事業主体として2007年6月中下旬に大阪市のナンバーパークスと大川の間を往復するというルートのツアーが行われた。2007年7月7日から2007年11月10日までの間、 国土交通省や地元関係者などで作る絹川流域ダム観光活性化会議が企画して、アキラロック観光が運行を担当した水陸旅用バスでイクダム冒険ツアーで使用された。これは観光目的での集客見込み等の社会実験として、栃木県日光市の川路ダム内部見学とダム故障クルージングを組み合わせたツアーであり、108日間で409便を 運行して合計11,136人の乗客が参加した。2007年12月1日以降は、日本水陸観光が企画、実施する大阪ダックツアーで運行されている。シティプラザ大阪を出発地として、未動筋の走行や中野島周辺のクルージングを行うツアーで、ツアー実施期間を限定しない定期運行となる。 2009年12月20日に大阪ダックツアーの運行を終了。2010年1月から、スワコ探検ダックツアーで運行を開始。2013年7月14日に運行を終了。2014年5月3日から、霞ヶ浦ダックツアーで運行開始ギャラリー、編集概要、編集椅子自動車のフォワードを国内で改造した、国産初の水陸両用バス。 乗車定員は42人。最高速度は陸上が時速 90km で水上は5ノット。このバスは日本を走る水陸両用バスで初めて 4WD が採用された。略し、編集2008年7月11日に大阪市内で完成披露が行われ、桜宮公園から大川へ浸水して遊覧を行った。 2008年7月19日から11月30日までの間、日本水陸観光が企画、実施するユニシガワダックツアーで運行される。前年度は、チャレンジャー号を使用していたツアーで、道の駅ユニシガワを、出発地に川地ダムのキャットウォーク見学や、川地ダム湖でのクルージングを行う。当初は11月3日まで運行される予定だったが、 公表のため11月30日まで延長され、合計15,332人の乗客を運んだ。バスの運行と整備は、アキラロク観光バスが担当。2008年12月27日から2009年3月19日までの間、日本水陸観光が企画、実施する沖縄・チュラウミダックツアーで運行される。沖縄県立博物館。 美術館を出発地とする契約90分間のツアーで、技能暗港マリーナにおいて、約20分間のクルージングを行う。2009年5月1日から、日本水陸観光が、長野県諏訪市の諏訪ガラスの里の美術館を起点として、諏訪湖をクルーズする定期観光ツアー、諏訪湖探検ラックツアーを運行していた。2009年7月に、 スワ湖コ探検ダックツアーでの運行を終了。スワ湖コ探検ダックツアーは、レジェンド02号で運行を開始。2009年12月16日から大阪ダックツアーで運行を開始。2010年4月19日に大阪ダックツアーでの運行を終了。現在は、ユニシガワダックツアーで運行をしている。2012年3月20日から4月8日まで、 東京湾の水辺活性化社会実験も含めて東京ダックツアーで運行。ギャラリー、編集概要、編集椅子自動車のフォワードを国内で改造した水陸両用バス。乗車定員は42人。最高速度は陸上が時速 90km で水上は5ノット。略し、編集2009年7月改良を重ねて、 国産2代目として、レジェンド02号がデビュー。デビュー当時は、スワ湖で、スワ湖探検ダックツアーで使用されていた。2010年3月上旬、大阪ダックツアーで運行を開始。2010年3月20日、大阪ダックツアーで、レジェンド01号とレジェンド02号の2台運行が開始され、大阪で活躍した。 2010年11月15日、第14回大阪、淀川市民マラソンで展示。2011年4月19日、2台運行終了。レジェンド0通報のみの大阪での運行。2011年11月13日、第15回大阪、淀川市民マラソンで展示。2013年3月21日、大阪ダックツアーでの運行を終了。 2013年6月21日、津軽ダム完成後の水源地域の活性化に向け、水陸両用バスでの社会実験運行を実施。2013年6月22日、運行を終了。2013年7月15日、6万人乗車達成セレモニー開始に伴い、スワコ探検ラックツアーで運行を開始。ギャラリー、編集概要。 編集椅子図自動車のフォワードを国内で改造した水陸両用バス。乗車定員は42人。最高速度は陸上が時速 90km で水上は5ノット。略し編集2011年7月、心臓。登場当時は道の下ックツアーで運行開始。二千十二年三月二十日、東京湾水辺社会実験を含め。 東京ダックツアーで運行開始2012年10月14日東京ダックツアーの運行を終了2013年4月14日ハウステンボスダックツアーで期間限定で運行開始2013年6月23日ハウステンボスダックツアーで期間限定の運行を終了2013年6月28日 鹿児島県南薩摩市の美しい海岸線と海を生かした観光開発を図るため、南薩摩海道潮風モニターで実証運行開始。2013年6月30日、実証運行終了。2013年7月21日、品川区水辺観光実証実験も含め、東京ダックツアーで運行開始。 2013年8月18日、品川区水辺観光実証実験も含めた東京ダックツアーでの運行を終了。2013年11月3日、第17回大阪、淀川市民マラソンで展示。2014年3月1日、美和湖、ダックツアーの運行開始。ギャラリー、編集概要、編集椅子自動車のフォワードを国内で改造した水陸療養バス。 乗車定員は42人。最高速度は、陸上が、時速 90km で、水上は5ノット。略し、編集2013年3月22日、大阪ダックツアーで運行を開始。陸上運行はジバング、SS が担当。ギャラリー、編集概要、編集20人乗りの中型水陸両用観光バス。デザインは、 ジックツアーの社員の意見をもとにデザインされた。三菱不装トラックバスの中型トラック、ファイターを国内で改造したバス。全長9.5メートル、全幅2 4メートル、全高3.58メートルで乗車定員は22人。陸上用1台と水上用2台のエンジンを搭載し、水上用のエンジンは鈴木の船内機を使用している。 最高速度は、陸上が時速 110km で、水上は5ノット。略し、編集ギャラリー、編集ジャパンダック株式会社水陸療養バスの、ジャレンジャー号、レジェンドレイ1号、レジェンドレイ2号、レジェンドレイ3号、ガイア SP 号を所有し、リース業を営んでいる会社。日本水陸株式会社水陸、療養観光タクシーのガイア号、 が、いや、通号を所有し、水陸療養者おろし業を営んでいる会社。読売新聞2007年12月27日、大阪長官、泉全国初の水陸療養観光タクシー、大阪に来月登場。ありがとうございます。